はい、でみちです。今週から変則リズム強化、リズム強化の週で、今日は8分音符と16分音符を小節ごとに引き分けるトレーニングをしたいと思います。コードは C コードで、 BPM は70でちょっと遅めです。お願いします。16分音符、8分音符、この、倍の速度の違いを小節ごとにこう引き分けるっていうところで、最近がそのこのフレーズ弾くときに結構教則本のそのタブ譜をこう 見ながら弾くことが結構多かったんですけど、やっぱりその目は指板に置いた方が練習になるかなと思って、小節も2小節しかないフレーズのトレーニングなんで、そんなに難しくないというか、覚えるのがアンプするのもそんなに難しくないんで、その目は指板に置いてしっかりリズム、メトロノームのクリック音をしっかり聞きながら、しっかりその目でギターの弦を追いながらっていう風にちょっと意識して練習した方が、やっぱり運指の方を意識、どういう音がどこの弦に対して出てるのかとか、はっきりこう記憶として脳に焼き付くような感じがして、なんか曲の練習する時も結構その楽譜をじーっとこう見つつ、手元をあまり見ないような練習をしてきたんですけど、最近そのしっかりとその押さえてる指使いとか見て、しっかりその指が立ってるかとか、そういうところに意識を向けて弾いてた方が、この集中力、集中してできるような気もして、実際にその練習している中でもなんか身についたなっていう実感も、やっぱりその教則本とか楽譜見ないで弾いている、そのギターの指板を見たりとか、弾く右手のピッキングの方を見たりとかしながら練習してる時の方が、かなりこう練習した実感が湧くような感じで、自分の中でも実感できてるんで、ちょっとこれからはあまりその楽譜を見ずに弾くことも意識しながらちょっと練習して、で今回のその、リズム強化の週なんで、そこら辺でもやっぱりその運指はちょっとしっかりと覚えて、やっぱその上でしっかりとそのピッキングとリズムっていうのをピタッと合わせて練習しっかりしたいなっていう、そういう気持ちもあるんで、ちょっと今週はそんな感じでちょっと練習してみて、どんなか自分として最終的にどんな感じで今までとなんか差があるんかなっていうところも、ちょっと比較しつつ練習していきたいと思っています。で、ピック弾きとスリーフィンガーと結構そのフレーズによってピックで弾いてくださいってところもあるんですけど、そういうところも実際今まで無視して、フィンガーピッキングで弾いてるんで、このままフィンガーピッキングの方で行こうとは思うんですけど、このフレーズも実際はピック弾き、ス
するようになってて、ピック弾きだとそのピッキングをこう混ぜて弾くんで、指弾きだとその決められた指をこう動かしていくだけなんで楽なんですけど、どうしてもピックだとその動きが指弾きと違うってところもあって、そういうところもあるから、やっぱピックになれるっていう面でもピックで弾いた方がいいんかなっていうところもあるんですけど、実際ピックよりも指弾きの方が好きなんで、ちょっとそこら辺はまた別の初速本とかで練習するときにピックをちょっと慣れていきつつ練習していければなと思ってます。なんでちょっと今週はリズム強化なんで、ちょっとリズムをしっかり合わせて弾けるように、まあ裏打ち裏拍でちょっと合わせて弾きたいっていうのあるんで、ちょっと難しいフレーズが来たら、まあ、いつものように表拍で合わせようと思うんですけど、まあ、できる限り裏拍でちょっと合わせながらこれからも練習頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。